とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこの装備を使ってみようと思います。新しく出ました、ファントムの弓ですね。黄金にリフレッシュ。下がロールチャージ、クールダウンショット、バーストボーストリングとなってます。快適さをね、追求するとやっぱりロールチャージとなるんだけども、あんまり矢を撃つやつじゃないので、ここは、長弾とかでもいいのかなと思うんだよね。まあ、とりあえず、一度これで使ってみようと思います。それでは、デイリーではないんですけども、ラストステージいきますね。アーティファクトが、花火と、森の矢筒です。あ、まあ、倒せるのは倒せるんだけど、矢が足りないね。矢が16本。いや、これ絶対足らんぞ。あー、なるほど。まずこれはね、矢を増殖しないとこれどうしようもないな。いや、これは戦っていけないな。また矢が出た。ならば、ちょっとソウル系に変えて、矢を増殖してから行きますね。じゃないとこれ足らないわ。それでは行きましょうか。510本あれば、足りるんじゃない？なんかね、ちょっと待って。なるほど、火力はやっぱ出ないね。でもトゲには弱いかな。結構減るな。やっぱね、あれだわ。ロールチャージ、アーティファクトチャージは入れずに、長弾か連鎖反応で、火力を上げた方が、この弓には向いてるね。確かにね、一発一発のね、ダメージは結構でかいのよ。結構でかい。だけども、あんまりね、矢を発射しない、いいんだよね。なんか派手さが全然ない。これなら、稲妻の矢筒ビルドの方が強い気がする。いや、弱くはない。弱くはない。でも、ちょっとなんかイマイチ感はあるな。ちょっと一発でね、どん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 ぶっ飛ばしていける感じかなと思ったけども、いや、そうでもないな。これなら雷の矢筒でバリバリってやった方が、いっぱい倒せるような気もしますけども、あ、でも、花火が出ると結構ダメージが出るね。なら花火を2つ装備した方がいい。まあいいや。まあ悪くはないよ。悪くはない。でも派手さもない。まあ、エンチャントミスだな、これは。間違いなく。これはね、ロールチャージ、アーティファクトチャージはいらない。そんな快適にするような装備ではなさそうだね。あ、マルチショットでも良さそうね。で、あれか。そうだそうだ。この装備は、これこれ。リフレッシュが、だいぶ効くんで、そうだ、リフレッシュ武器だわ、これ。オッケー。とりあえず、全部取ります。おい！嫌だな。ちょっと待って、まず取ります。いやー、結構エグい、結構エグいのがついてきてるよ。 OK、 まあとりあえず全部取りながらいきましょう。プレイヤーダメージが 40% 減少して、モブダメージが増えてるね。 OKOK、 問題ない。レイリーじゃないんだからね。
まあ、デイリーじゃないにしても、なかなかの難易度ではありますよと。おげ痛い。これは、あれだね。二つとも花火の方向か。なら、変更で弾き返される心配がないし。かな。おー、いるよ、いるよ、いいよ。どこ？どこだ？来た！じゃあ、うん、やっぱこれはね、無限ポーションバリアをね、ガシガシしていくとめちゃくちゃいい感じ。どこ？あ、いた！じゃあ、最後の神秘、略奪者に変わる。まあまあ問題ありませんね。うん、OK。まあ、これぐらいだったらクリアも簡単でしょう。いきまーす。やばい、結構ね、矢が少ないけども、もうボスでしょな、大丈夫だ。でね、あのね、変更にものすごい弱い。うん、まあまあそれはね、森の矢槌も超火力を打ち込んでいくから、それは仕方ないんだけども、いや、それにしてもだね、2発ぐらい変更でダメージ受けたら、やられます。うん。なので、まあ変更には、要注意。まあ注意しようがないところがあるんだけどね、変更の場合は。はい、では、ボスに行きましょう。うん、やっぱこれはね、長弾かマルチショットだわ。うん。か、もしくは、もう、ぴょんぴょんせずに、オーバーチャージで打ち込んでいった方が、いいような気もする。うん、オーバーチャージは、ね、間違いないですね。うわ、全然ダメージ入らん。どこだ？うん、おー、ここは戦いにくい。よっしゃ。いやいや、ザコは全然いい。こいつだ。戦いにくい。よし、OK。ボス行きましょう。ボスも。問題ないとはちょっと言い切れないな、これ。ああ突っ込んじゃった。突っ込んじゃったわ、仕方ない。いやー、こいつは厳しいね。いくよ。どこにいるの？あ、そこか。しゃ、あ、ちょっとズルした、ごめん。ズルしました。どうしても勝ちたくって。この装備はね、まあおすすめはできません。おすすめできない。うん。火力は高いのよ。一発、まあ普通のチャージショットを打つだけで360万与えるんでいいんだけども、まず弾が少ない。ものすごい少ないので、すごい。最初から増殖をしていかないといけません。そして、矢の数が、撃つ数が少ないのよね。スピードも少ないし、なので、やっぱり、ある程度連射ができる弓を装備していった方が、向いてますね。うん、もしも使うのであれば、リフレッシュ、クールダウンショット、バーストボーストリングの、マルチショットか、長弾。どっちかだと思います。ロールチャージはこれね、必要なかった。うん、連射力がないやつにはあまり合いませんね。もしくは、もう、オーバーチャージ、スーパーチャージ。そして、クリティカル虚無とかを入れて、もう、砲台として使っていく。っていうのが、まあ、正しい使い方かもしれませんね。はい。ファントムの弓、全然おすすめはできません。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。